プッア州のタラーリータラーリはイタリアの南部、特にカンパニア州とプッア州の伝統的な型焼きパンである。イタリア北部でも提供されるようになってきている。オリーブオイルと白ワインを生地に練り込んだ塩味のドーナッツ状のビスケットであり、発酵させないので気泡は少なく、サクッとした歯応えがあるのが特徴。日本語のカタカナ表記としてはタラリも用いられる。指小型で タラリーニやタラッリーニとも呼ぶ。いずれもイタリア語の複数型からの呼び名から来ており、一個の場合はプテラロ、タラリノである。名前はギリシャ語のトロスに由来すると思われる。タラリーニカンパニア州では、主に小麦粉、ラード、コーボ、アーモンド、塩、胡椒から作られる。プテラ州のものは、やや小さく、ラードとアーモンドの代わりに、ピーナッツオイルとオリーブオイル。 白ワインが用いられる。他にフェンネルの種子や唐辛子、日干しトマトを加えて味付けしたものもある。袋詰めされてスーパーマーケットや土産物店で売られているほか、レストランのアンティパストとしても供される。ナポリでは昔から行商されており、香泉水,水やビール、ワインを飲みながら食べる。南イタリア、ナポリでは塩味のタラーリと ビールやワインとの相性は抜群と考えられている。イタリアの各州によってタラッリの製法や味付けは異なる。以下に一例を挙げる。上日のようにフェンネルシードを加えたりドライトマトを加えることもある。ありがとうございます。